大体ね、お二人は環境を良くしたいとか相手と和解したいとか、これっぽっちも思ってないんですよだからそれが問題なんですよね。職場にあるいは地域に平和をもたらすピースメーカーとしての才能があるってことなんですよ、うん、だからその貸して借りて借りて貸してみたいなのをどんだけ増やすかがその人の人間的な交流の幅なんですよね。皆さんこんにちは。本田健の人生相談ディア健ナビゲーターの小林まどかです。それでは早速人生相談の続きからご覧ください。続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からいただいた質問に健さんに立体話法でお答えしていただきます。まずはラジオネームマキさんから。健さんこんにちは。こんにちは。私は保育士で女性ばかりの職場にいるのですが、人間関係の板挟みになって困っています。上司と後輩がお互いに不満があるにもかかわらず直接相手に話すことを嫌がり、双方から相談をされます。どちらの意見も間違ってはいないし、相手が言っていたことを伝えても自分の意見を曲げず結局スルーされます。なぜ自分がこんなに面倒くさい立場にいないといけないのかと思いますが、職場の雰囲気が悪くなるのも嫌、関係が悪い人たちの板挟みになった時の対処法を教えてください。辛いですよねこういう場合ね僕ねよくこういうシチュエーションにあの入りましたね。なります。そう、まあ、昔ね、でそれで、うん、お前にだけ言うんだけどとかっていうふうなこと言われて、どっちからも、うん、でそれで最終的にはなんか僕はなんか どっちからも敵みたいになったりとかしてね、みたいな、僕が持ってた時間は何だったんですかみたいなことってよくありましたね。 ある、はい、うん、だからそれってどうしたらいいですか。でも良かれと思って結局この質問の方だって自分がそこでうまく間を取り持てたら場の環境が良くなるって思って聞いてるわけですよね。大体ね、うん、そのお二人は、うん、環境を良くしたいとか、うん、相手と和解したいとか、自分が折れなくちゃいけないなんてこれっぽっちも思ってないんですよだからそれが問題なんですよね。そういうもん。じゃあどうしたらいいですかね、マキさんの立場だったら。僕ならこれ直接言いますよっていうふうに言うかな。ああ。例えばまどかさんがね、その誰かのもう一人の人のこと言ってて、あの子はどうのこうのこうのっていうふうに言ってくるじゃないですか、うん、そうするとまどかさん直接言いますよって言ったら、ちょっと待って待ってってなるはずなんですよ。はいはい、うん、でもう一人の人からも、いやいやまどかさんってどうのこうのって言われたら、あ、まどかさんに言っていいですかって言ったら、うん、言いにくくなりますよね、うん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 、でどこまでやりたいかですけど、もう少し荒療治でもいいのであれば、うん、僕なら2人を時間取ってもらって30分ぐらい、はい、で私いろいろ相談を受けてるんですけど2人でどうぞって、うんうん、私見てますからっていうふうにして何も言わずに見るっていうのはいいと思いますよ。それができたらいいですよね。結局その第三者が入るといいことってあまりないですよね。話がどんどんこじれてったりとか、そう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 、言った言わないとかってなるより、よっぽど本人同士がそれをきちんと言えたらば、全てこう解決の方に行きますもんね。そうで、そこでね、すごく気をつけなくちゃいけないことがあるんですよ、はい、絶対自分一人じゃダメなんですよ。あ、だから僕なら園長さんとか、なんかそう、ちょっと、まあ、園長さんまでじゃなくてもいいかもしれないけど、はい、その二人の先輩とかね、あ、うん、そういう人を一人横につけといて、ボディーガードのように、はいはいはい、その人がいればもう少し客観的になりますからね。そっかそっか、うん、あ、ね、なんかこう板挟みになるってめんどくさいですよねそう、でもね、それはその、才能でもあるんですよね。あ、はい、そうだからその才能、そのこのね、職場にこうあるいは地域に平和をもたらすピースメーカーとしての才能があるってことなんですよ。うん、だからそれはね、後々何かに役に立つと思うので、ぜひその才能を磨いてください。はい、マキさん質問ありがとうございました。はい、マキさんありがとう。はい、続いてはラジオネームゆうきさんです。私は人に頼ることが苦手です、はい、仕事ですごいことを成し遂げた人はよく人にうまく仕事を振り分ける、周りの人をどう巻き込むかみたいなことを言いますが、私は申し訳なさすぎてできる限りのことは自分で全部しようと思ってしまいます。それにより自分の負担が大きくなり、周囲の人との関係が薄くなってしまうのではと思うこともありますが、私の様子を伺ってくれる人もいるのですが、どうしても気軽に人に物を頼めません。人に頼ったり周囲の人を巻き込んで行動したりできるようになるにはどうしたらいいでしょうかって。ケンさんもおっしゃってますよね、こうやって自分だけででなくてこの周りに頼むとか
そうするとそれがチームになっていくってお話されてますもんね。そうそう、やっぱりね、その誰かに何かをしてあげる喜びっていうのがあるんですよ、人間の根源的な喜びとして、うん、はい。なのでその自分が何かをしてあげることによってね、今まですごく喜ばれたっていう体験があるのであれば、うん、誰かにその自分を助けさせて喜ばせてあげる権利というふうにして考えたらいいんですよ、うん、でね、そんな人なんかいるはずがないと思うかもしれないけど、絶対いるんですよ周りにね、うん、でなのでそういった人たちにお願いするっていうのは練習なんです。練習、そうそう。でその練習をどうやってしていくのかっていうのが、そのちょっとずつちょっとずつ上手くなるコツなんですよね。その練習はどういうところからスタートしたらいいですか？もうすごい簡単なもんですよ。例えば、すいませんそのコップ取ってくださいとか、それまで言えない人って結構いるんですよ。はい、うん、あ、迷惑になってしまうとか、そう、あ、先輩そのファイル取ってくださいとかね、うん、あのこのコピーちょっと取ってくださいとかっていうのになってくると、またもっとハードが上がる人もいるんですよ、はい、でもそういう比較的簡単なことから、半日ね、なんか一緒にプロジェクトやってくださいとか、こういうことやってくださいっていう、やっぱり人間関係で貸すのと借りるのがこう積み重なっていくと深くなっていくんですよね、はい、だから全部自分でやってたら全く何もないってことなんです、うんうん、だからその貸して借りて借りて貸してみたいなのをどんだけ増やすかが、その人の人間的な交流の幅なんですよね、うん、だからそれをやり続けないとダメだってことですよね。自分が何かを相手にしてあげた時に、きっとこのゆうきさんも喜びを感じた瞬間ってありますもんね、過去に。そう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 、だからそういう意味でその小さなことから助けてもらうってことを練習しとかないと、やっぱ難しいですよね、そうか。じゃあ、うん、まずはその段階を踏んでいって、で本当にその自分の例えば仕事を振り分けるとか、大きなことを徐々にこう慣らしていくっていうところからスタートですね、まずは。はい、もうベビーステップからいきましょう。で、それをね、最初にね、すごくこう、うん、気持ち悪さとかそういうのがあるんですよ、ざわざわしたりとか。そうで、例えば僕はお手伝いさんをもう20年ぐらい前ですけど、最初にお願いした時もうすごい緊張して、もう申し訳なくてね、お手伝いさんが来るのが、うん、だからお手伝いさんが来る前に掃除機当てたりとかで、だったら意味がなかったりとかね、うん、そう。でもね、うちに来るのがその人すごい嬉しいんですって、で、いや、ご家族の顔を見て、もうここにいる時が人生で一番幸せですって言ってくれる人で、あ、そんなこと考えたこともなかったけど、僕たちファミリーと一緒にいるってことが喜びなんだなっていうので、すごく目から鱗だったんですよね、だからそういった意味で、その自分と、まあ、何かを頼むっていうのがこの辺だったとしたら、うん、自分と一緒にいる人はみんな幸せになるんだっていうのがこの辺かな、うん、だから徐々に行くと、なんか幸せ、やってもらうことも幸せだし、やってあげることも幸せだっていう、自由に与えて自由に受け取る世界に行けますよね、うん、そうですね、はい。ということで、質問いただきました。ケンさん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。以上、人生相談のコーナーでした。続いてはハッピーライブラリーのコーナーです。皆さんが人生を幸せに、より豊かに過ごせるための特別な一冊ご紹介しています。まずはリスナーの方からです。ラジオネーム、ササチャさん。私がおすすめしたいのは、最強メンタルを作る前頭葉トレーニングという、茂木健一郎さんの本です。最強メンタル、つまり折れることなくしなやかに立ち上がるメンタルを作る方法、トレーニングをたくさん紹介されています。運動や考え方など、いろいろな面で脳を強くする方法があるので、どこからでも始められるところが個人的に良かったです、ということで、もう茂木さんならではの切り口の本ですね、これはね、はい。さあ、そしてケンさんが選ばれた本は何でしょうか？はい、伝わるバズる稼ぐ文章術という本で、尾藤克之さんが書かれた本ですね。はい、尾藤さんは、ケンさん、このコーナーでも以前にもご紹介されたことありますよね。はい、尾藤さんはね、まあ、ジャーナリストで、この分野の第一人者なんですけども、尾藤さんの本が出るたびに僕必ず買って、まあ、文章術の本っていうのは、毎回ね、ここでもいろいろ紹介してますけど、やっぱ話し方、文章術っていうのはもうぜひ身につけていただきたいことなので、まあ、紹介してるんですけど、はい、はい、こういうやはり
どうやったら相手に伝わって相手の心をつかめるかっていうものは、別にそういうことを仕事にしてる人以外でも、例えば文章の中でそういうのって取り入れていけますもんね。そうですね。だからぜひどうやって文章を書くのかっていうのを身につけていただきたいと思います。はい、このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。 dearken@iuoffice.com までお送りください。以上、ハッピーライブラリーでした。それではケンさん、今日の名言をお願いします。あちこち旅をして回っても自分自身から逃れるものではない。アーネスト・ミラー・ヘミングウェイ。本田健の人生相談、ディア・ケン、いかがでしたでしょうか。第600回ということで記念すべき回だったんですけれども、はい、ディア・ケンプレミアムがねリリースされたんですけれども、ディア・ケンのバックナンバーを改めて聞くと、あれ、あの時聞いてたけれど、なんか今回聞いたらまた全然違うところが響くなとか、あ、ケンさんこんなことを言ってたのかっていうような、また新たな気づきがあったりするのは何ですかね。このディアケンマジックといいますか、ケンさんマジックというか、響くところが全然違うっていうのがあるんですけど、そうですね、リッターオフで話してるので、毎回毎回皆さんが今まで気づいてなかったところに気がついたりとかするもんなんですよね。なのでそういう意味では、それも楽しんでいただきたいなって思います、ね、リタイオフって要はいろんな、例えば性格上聞き方っていうのもケンさんあるっていうふうにおっしゃっていて、そういういろんなタイプの人たちに刺さるような話し方っていうのが、要は立体話法なんですけれど、その立体話法で話すと、自分の状況が違うから響き方が変わって聞こえるんですか？そうですね。だから自分の今の興味関心とかそういったものっていうのは、数日単位で変わっていくので、それがやっぱり聞く場所っていうか響く場所が違うっていう理由なんですよね。なのでね、例えばそれこそ100回目ぐらいになれば、もっと今とは違うケンさんと私のやり取りも聞けたりしますしね。まどかさんまだ独身時代は恋愛についての追い方が違いましたしね。そうです、そうです。食いつき方が全然違うってリスナーの方からもよく突っ込まれるほど、本当原稿と仕事っていうのを忘れるぐらい、いやケンさん待てよっていう感じで、いろいろとね、質問を掘り下げてましたけれども、そんなね、自分の内面も出てしまうラジオって改めて恐ろしいわって思っちゃいますね。ケンさん隠せないんだわっていう風に思いますね。その結果ね、ちゃんと幸せに結婚してお子さんもいらっしゃるわけだから、そういった意味ではこの12年の歴史ってね、まどかさんがどんどんますます幸せになった歴史でもありますよね。いや、だってお腹大きかった時にディアケンの収録で私ヒーヒー言いながらやったら、ケンさんがクッション持ってきてくれて、このクッションここに引くといいんだよとか言いながらやっていただいたりっていうこともあるから、そういう意味ではやはり月日がすごく経ってるんだなっていうのを感じます ね。このディアケンでね、幸せにどんどん幸せになってて、はいはい。さて、本田健オンラインサロンでは毎月980円でサロンメンバーのみが視聴できる健さんのオンラインセミナーや特別ゲストとの対談など、さまざまなコンテンツを配信しています。また2022年1月11日から毎月100円で600回以上のこのディア健のバックナンバーが聞き放題のディア健プレミアムがポッドキャストで配信スタートしています。ボイシーでは毎朝無料配信中の本田健の1分間コーチング、そして毎月本田健の書き下ろしの新刊が読める本田健書店や最新情報に関しては、本田健の公式ホームページあるいは LINE アットで配信していますので、そちらをご覧になってみてください。ということで、健さん、記念すべきこの第600回、今回もどうもありがとうございました。皆さん本当に感謝しています。また続け、引き続き応援の方よろしくお願いします。そこでは誰もが魔法
思議。